こんにちは、ミルキーブルーです。本田圭佑、一言言わせてくれ。まあ森保監督のね、サッカー日本代表、まあ森保解任なんかハッシュタグが生まれるほどにツイッターでね、そんだけ今森保監督がまあ叩かれて、まあ、かなりまあ批判の的を浴びてるんだけども、まあそんな中、本田圭佑がね、ちょっと意味深なことを言っちゃってるんだよね。なんて言ったかというと、批判は大いにしたらいいけど、代替案を言わずに、ただ批判してる人が多いけど、それじゃ何も変わらんよ。あとまだ本番じゃないからね。と言い放っとります。本番じゃないって。え、これ五輪出場枠なかったら、これねえ、リーグ敗退してるから五輪出れないってことでしょ。ってことは本番なんだよな。圭佑本田、何言っちゃってんだよ。もう本番の中の本番だっつーの。なんでこんなね、日本人がみんな批判してるかというと、一試合見て批判してるわけじゃないんだよね。毎回毎回見て応援してるからこそ、まあ、こんなちょっと堪忍袋の尾が切れたというかね、信じてた、まあ、選手と一緒に日本を背負って、まあ、サポーターもね、視聴者もファンも、ね、背負ってるんだよな、日本を。そんな中あんなね、2連敗しかも隠したと言われてるけども、気持ちの上で負けたんだろうけども、あんな結果に終わって、それは怒るの当然でしょ。それをまあ本番じゃないとかね、意味深なバカみたいなこと言っちゃってね、圭佑本田、これは圭佑本田に批判が行くぞ、もうねえ。まあ、ちょっとね、明日15日にね、まあ、最後のカタール戦あるけれども、もうちょっと勝ってよ、日本。信じてるよ、一応。おれ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 、ミルキーブルーです。んじゃ、またね、へへ、バイバイ。圭佑本田、何言っちゃってんの、バイバイ。